渡辺翔太ジャニ枠、ドラマ主演発表だけでまさかの炎上、セクシー田中さんで高まる実写化のハードル。6月3日、スノーマンの渡辺翔太が、7月スタートのドラマ、青島くんは意地悪、テレビ朝日系に、中村アンと W 主演することが発表された。初共演の2人が挑むのは、2020年にめちゃコミック、年間ランキング1位を獲得し、累計閲覧数 1.3 億回超えの人気コミックの実写化。公式サイトでは、超王道ラブコメ、と銘打たれている。青島くんは意地悪、が放送されるのは、毎週土曜日23時からの予定。これは、テレ朝が売り出している推しドラサタデー、というドラマ枠で、2021年に新設されました。最初の作品で主演を務めたのは、当時旧ジャニーズ事務所に所属していた生田斗真さん。それ以来、同枠の主演はすべて旧ジャニーズ事務所のタレントが務めている、ジャニ枠、です。テレビ誌ライター、以下同。